ペルシャ湾掃海艇派遣。仕掛けられた機雷を処分する命がけの任務。世界でもトップクラスと言われる海上自衛隊の掃海部隊。彼らの任務は海に仕掛けられた爆発物を除去することである。掃海艇は護衛艦のように大砲やミサイルがついているわけでもなく、見た目は決して派手で目立つ存在ではない。しかし1991年ペルシャ湾における機雷掃海では、日本を代表してこの小さな木造船と隊員が文字通り命を懸けて機雷除去を行ったことは歴史に残る出来事である。その実績から海上自衛隊の掃海部隊は世界トップクラスと言われるほど称賛されている。今回は海上自衛隊が世界に誇るペルシャ湾掃海部隊の功績と危険な任務について解説していこう。掃海艇とはどのような船か。掃海艇は通常の艦艇のように鉄製ではなく、木製や FRP といわれる強化プラスチックで船体が作られている。掃海艇の主な任務は海に仕掛けられた爆弾、いわゆる機雷を処分することであるが、なぜ鉄製の頑丈な船体ではなくあえて木製や FRP 素材の船体なのだろうか。機雷とは爆薬を詰めた容器を海に撒くことにより、船が接触したり近くを通ったりすると爆発して被害を与える兵器である。機雷にはいろいろな種類があるが、突起物に触れたら爆発する触発機雷を処分するならば鉄製の掃海艇でも問題はない。しかし問題となるのが磁気機雷だ。磁気機雷はその名の通り、船体に帯びる磁気に反応する機雷で、鉄製の船が通過した時点で周囲の磁場の乱れを検知して爆発する仕組みだ。機雷を捜索したり処分したりする場合、鉄製の船体だと機雷が爆発する危険性が高いため、掃海艇の船体は木製か FRP で作られているのだ。昭和27年に自衛隊が創設されて初となる実任務が、湾岸戦争で使用された機雷を除去するために派遣されたペルシャ湾掃海任務である。湾岸戦争勃発、ペルシャ湾掃海派遣部隊を派出せよ。平成3年1月17日、イラクと多国籍軍による湾岸戦争が勃発した。イラクはクウェートを占領するために軍事攻撃を開始、約10時間で全土を占領し、多くの人質が拘束された。そのため国連決議により40カ国にも及ぶ多国籍軍がイラクに攻撃を開始した。この湾岸戦争でイラクは1200個もの機雷をペルシャ湾に敷設したのだ。この機雷は付近を航行する船舶にとって重大な障害となったのは言うまでもない。これに関連してアメリカ政府は日本に対し何かしらの援助をするように申し出たが、本音は自衛隊を派遣させることが一番の要求であった。しかし日本政府はこれに応じず、1兆5000億円という資金提供で援助を行ったのだ。その結果、国際社会からは金は出しても人は出さない、危険な任務は人任せなど非難の嵐だった。日本は石油の 80% を中東からの輸入に頼っており、さらに輸出入の 99.7% が海上輸送である。こうした状況を踏まえて、日本はペルシャ湾に撒かれた機雷を除去するために掃海部隊を派遣することを決心したのだ。当時の野党はこれは海外派遣などではなく海外派兵だと大反発する中、海上自衛隊の掃海母艦早瀬、補給艦トキワ、掃海艇淡島、佐久島、由利島、彦島の計6隻、511名の隊員が派遣されることが決定した。それぞれの母港である横須賀、呉、佐世保から集結し、ペルシャ湾掃海派遣部隊として編成された6隻は、デモ隊の海外派兵反対のコールの中、命を懸けた航海に出発したのだ。
湾岸の夜明け作戦、オペレーションガルフドーン開始。掃海艇は護衛艦と違い速力が遅く、燃料や水、食料が7日程度しか持たないため、ペルシャ湾までは多くの寄港地に寄ることになった。また掃海艇は船体の磁気が機雷に反応しないように鉄ではなく木でできていることから、船自体が軽く小さいので海が荒れた時にはものすごい揺れに耐えなければならない。1ヶ月かけて7000マイル、約1万3000キロの航海の末、5月27日にアラブ首長国連邦のドバイに到着。多国籍軍の掃海部隊は9カ国40隻からなり、湾岸に元の平和な夜明けが戻ることを願って、共同作戦名はオペレーションガルフドーン、湾岸の夜明け作戦と名付けられた。掃海任務の朝は早い。午前5時前から出航準備に取り掛かり、日の出前から現場にて掃海作業を開始。日没まで14時間にも及ぶ危険な作業が毎日続く。しかもペルシャ湾の気候は日中40度を超えることもあり、高い湿度や砂漠の砂、イラクによる油田放火の熱風が隊員たちを苦しめた。万が一機雷が爆発して沈没することを想定して、掃海作業中は掃海艇の船内に入ることは禁止されている。つまり隊員たちは休憩も待機もすべて甲板上の炎天下にさらされた状態なのだ。また諸外国の最新装備のように水中カメラを持っていない当時の掃海艇では、隊員たちが海に潜り機雷に直接爆弾を取り付けるという危険極まりない作業も行わなければならなかった。隊員の中には若干19歳の入隊したての若者や、5月のゴールデンウィークに挙式を控えた20代の若者もいた。もしかしたら生きて帰ることはできないかもしれない。最初で最後の任務になるかもしれない。しかし彼らは日本のため、平和のために任務を優先したのだ。毎日14時間にも及ぶ掃海作業の後は、真水を十分に搭載できない掃海艇で隊員たちがわずかな水で体を洗った。そして明日の作業に備えて準備を整えた後、緊張と暑さで疲れ切った体を横にした。そのような状況で1ヶ月間彼らは命を懸けて機雷との戦いを続けた。極度の緊張とストレス、劣悪な作業環境の中、掃海部隊の隊員たちは一人の命も落とすことなく、また誰一人規律を破ることなく任務を完遂したのだ。アメリカ海軍をはじめ諸外国海軍からは、日本の掃海部隊の練度は非常に高く信頼が置けると称賛された。派遣前は日本に対し非難の嵐だったが、掃海部隊のおかげで国際社会の仲間入りができたのだ。また諸外国のように水中カメラやコンピューターなどの最新装備もない旧式の掃海部隊が彼らと同等のレベルで任務が遂行できたのは、優秀な指揮官と日頃から厳しい訓練を行っている練度の高い隊員たちのおかげであることは言うまでもない。任務完遂、日本へ向けて出航。ペルシャ湾で命がけの掃海作戦を無事完遂した派遣部隊は9月23日ドバイを出航した。現地の日本人たちからは、皆さんは日本人の誇りです、これで我々はやっと胸を張って街を歩けるようになりました、ありがとうございましたと感謝された。帰りの航海中には行き交うタンカーや商船からたくさんのお礼のメッセージを受け取った。酷暑の中、機雷撤去という危険な任務を事故なく遂行され、世界の船、乗組員の命を守っていただき感謝します。そして10月30日、188日間にも及ぶ長い任務を終え母港に入港した。入港の際、感謝の垂れ幕をつけたボートや岸壁では家族を含め多くの人が出迎えに来ていた。そして当時の総理大臣である海部総理、池田防衛庁長官、
アルシャリーク在日クウェート大使から感謝の言葉を受けた。海上自衛隊の掃海艇まとめ。2021年現在までに自衛隊は数々の海外派遣を行っている。現在もソマリア沖アデン湾での海賊対処やホルムズ海峡派遣など護衛艦がそれぞれ1隻ずつ約半年交代で派遣されている。しかもコロナ禍における任務のため寄港地での上陸も全て制限され、食料や燃料を補給するためだけに入港するという過酷な状況を半年もの間続けなければならない。現在の世界情勢を鑑み、中国の進出、北朝鮮のミサイル発射、中東方面など実任務が増えており、海上自衛隊の艦艇も常に派遣される状況となっている。ペルシャ湾派遣部隊は海上自衛隊初の海外派遣となった。しかも補給能力の低い掃海艇で半年にも及ぶ期間、一人の人身被害もなく任務を果たすことができたのは、隊員たちの努力と持てる力を全て発揮できた成果である。海上自衛隊員たちが命を懸けて任務を完遂し、国際社会から高い評価を得たペルシャ湾派遣を忘れてはならない。